ビルボードポッドキャスト MC の太田です。はい、ではですね、本日はもう早速、えー、雑談もそこそこに。というか、今日僕はオフィスにいるんですけども、はいはい、はい、オフィスで別の会議が始まりそうなので。あ、そうなんですか。はい、なのでちょっと雑談はなしでということで。雑談はなし真面目、はい 今日は超真面目、つまらないモードでいきましょうか。はい <laughs> はい、では、えっと、本日11月の25日に発表した総合ソングシチャートの、えー、トップ3を早速ご紹介いただけますでしょうか。はい、ジャパンホットワ n ハンド100、第3位は TWICE のベター第2位は NMP48 の恋なんか a n k a n o 1そして第1位はリサの h o m でした。 はいもうホムラはもは1位を何度も取っていますけれども、もうストリーミングの再生回数が9000万を突破したということで、もう次の週ぐらいで1億いくんじゃないですかね。お<ー>おはい。といった感じになっておりましてですね、もう、ねまあ、ダウンロードとストリーミングとカラオケと動画再生の指標で1位を取っておりましてですね、えー、2位、は、に、い、と。 2倍差とまで言わないですけども、1.7倍差ぐらいで1位を取ったということになります。はいそしてですね、まあ、今週トップ10で注目するといえば、まずこのポッドキャストでも何度も言ってますけども、つ、はいにドライフラワーが8位にまで上がってきました。 ミクストファイヤーにね、あの出演していただきましたけども、ビルボードと TikTok がやっている番組で、TikTok で配信している番組ですけども、これの影響なのかどうかわからない、わからない、明確にこれだって言い切れるのがね、なかなか言い切れないんですけどでもやっぱり TikTok でこのドライフラワーを使用している、えー、ユーザーというか、t i k t o k カーというか、えー、そういった方が非常に多いっていうのが、まあ、 こうういいいいっった結果につながっているるとのはは言えるとは思いますそうですね、この前のインタビュー配信、私も見てたんですけど、やっぱりあのドライフラワー聴きたいっていうようなコメント、いいっぱいありましたそうなんですね動画再生使用量も高い順位ですしね、ま、ちょっと注目っていうか、気になるのは、まま、ストリーミングが非常に高いポイントで、ストリーミングのチャートだと4位でしたかね。はい はい、4位にまでいっているんですけども、まあ、ダウンロードは、まあ、ストリーミングの高い割にはダウンロードがまだそんなに上位ではあるんですけどもすごい上位トップ10に入ってくるようなそういったところではないっていうのが、まあ、特徴としてあるのかなというふうには思いますこれは、えーまあ、ストリーミングが高いけどダウンロードがそこまでいってないっていうのはあの例えば4位の BTS のダイナマイトとかもそういうのが言えると思うんですけども、まあ、これは後々ついてくるところなんですかね まだちょっと分からないところではあります。カラオケでも56位に入っているとやっぱりな歌いやすいんですかね僕、一昨日か一昨日は言い過ぎた一週間ぐらい前に夜コンビニに行こうと思ったら住宅街で「ドライフラワー」歌ってる人を見かけましたよ。ね、ま、前もそういう人いたよね、なだっけ前も誰前はね、前は藤井風やったような気がする。あ多,分多分違う人ですけど。<laughs> 多分違う人だと思いますけど、でも歌ってる方はいらっしゃいましたね。はあ。うん。やっぱりもう、広がってるんでしょうね。うその方、若かったんですかいや、そんな若いようには見えなかったんですよね。あの、顔がちゃんと見えなかったんで、うん、夜だったので、ね。あ、そっかそっか。でもなんか、声はそんな若くない感じでしたけどね。男性でした。でも男性は歌いやすいんじゃないですかね、この、なんだろう。高すぎないというか、あの、キングルーみたいに、こう、高すぎかっ 高,高かったり、こう難しかったり、歌うの難しかったりしますけど、まだこのドライフラワー、歌いやすいんじゃないですかね、そういうのに比べたら。そうですね、ヒゲダンとかもね、なかなか男性には難しいと言われる楽曲もありますけど、ドライフラワーは簡単に歌えそうな、香水と同じように簡単に歌えそうな曲に見えますね。うん、はい、はい どうなった感じですね、はいまあ、そうですねそんな露出の予定はあんまりないですけれどもうりさんは、はい、どうなっていくんでしょうね露出を特にせずにどこまでいくのかっていうところですね。うんはい、ですしあと、まあ、7位に菅田将暉の虹がまあ上位にトップ10に入ってきていますしあと10位には梨サとウル。 の再位プロデュースドバイア瀬セいうことで、まあこれ、アヤセっていうのは、はい、あの夜遊びのメンバーですね。そうですね。と、はい、いうコンポーザーですね。が、えー、10位に入ってきていましてですね。これはファーストテイクがレーベルを作ったみたいで。そうらしいですね。はい、そこからのリリース第1弾との楽曲ということになっています。いろいろあれですよね、ファーストテイク、ポッドキャストも始めましたね。う、ライバル出現。 しかもまあまあ順位が高かった気が、結構順位が高かった気が、ちょっと Spotify でですけどね。ただ Spotify のポッドキャストチャートって何を元に決めてるのかいまいちよく分かってないんですけど、あのー、でも上位でしたよ。私たち頑張ら、ね、ない、頑張ら、頑張らねば。<laughs> 僕らちょっとずつ落ちていってますからね。えーえー、テンポよくいきましょう。<laughs> どうなんですかね。うん、そんなに再,再生数はそんな減ってるようには見えないですけど。 あのの新規参入が多いっていうのもありますしね。これはん、い、か「ファーストテイク」にあの出演されたアーティストさんがあのその撮影の舞台裏とかエピソードをねあの語っているそういったポッドキャストになっててですね。えー、めっちゃ豪華じゃないですかそ,うなんですそんなに更新頻度は多いわけではないんですけども10月ぐらいから始めてて今50位かな でもあれですよね、もう YouTube チャンネルとレーベルを持って、ポッドキャストも持ってみたいな。で、これ、J、JWAVE で THEFIRSTTAKEMUSIC っていうラジオレギュラー番組を持ってるんですね。あ、そうなんですか。はいで。だから、ポッドキャストもできるってわけなんですけど、だから、FIRSTTAKE はいろんなチャンネルを持っていることになるってわけですよね。レーベルであり、YouTube であり、ラジオ番組でありっていう、そういろんな発信チャンネルを持ってるみたいな。うんメディアコングロマリットみたいな感じですよね。 やっぱりあの、もうプロ、その道のプロの方がたくさんいらっしゃいそうですね。その道のプロという、あ,あどういうことですかあの、配信のプロ、映像のプロ、収録プロみたいな方々が、はい。そうですね。本当、我々ね、こんな、こんな、リモートです。リモートで自分の家なり会議室でやってるのとはわけが違いますよね。<laughs> こんなとは違いますね、やっぱり。ハンド、ハンドメイド感がすごいですもんね。 <laughs> まあまあまあ、僕らラジオブースでできるなんて絶対不可能ですから。はいはい、ということでね、あのそういった、ファーストテイク、ザ・ファーストテイクのレベルが出したレーベルから、えー、第一弾の配信曲としてリリースした、リサとウルの最下位プロデュースドバイ・アヤセが10位来てると、ダウンロード指標で2位で、はい、あとラジオ指標が1位ということでね、はい、やっぱりラジオ強いです、ねはい。ということになっております。 そういった、えー、とソングスチャートですね。はいはい、では、えー、アルバムの方いきましょうか、はいえー。総合アルバム、ホットアルバムス第3位は嵐の This is 嵐第2位は BTS の B、そして第1位は宮本浩次の ROMANCE でした、はいえーと。CD の仕様で1位で、他ダウンロード2位とルックアップが5位。 のえー、とロマンスでございますこれはカバーアルバムですね。はい、はい。ということで、えー、カバーアルバムの宮本博士さんのロマンスが1位ということで、まあ今日収録日が11月25日なんですけども、今日日本テレビで、えー、とライブ番組があるんですけども、まあそこにも出演されますし、はい、翌日はこれも日本テレビなんですけども、スッキリに出演されるということで、まあ今後もチャートはどうなっていくのかなといったところですし、あと、うん ね、あのトップ3以外の話になりますけれども、えっと、ミレイのアルバムが、ね、非常に上昇しててですね、はいえー、前の週が58位だったんですけども、今週が22位に上昇してて、ですねこのミレイのアイスってアルバムが結構上昇してます。あのはい、紅白歌合戦に、ね、出場することが発表されましたけども、はいはい、初めて発表あ、初めて出場されるということで、それが11月16日に発表されたということもあって、注目されたのかなというふうにも。 考えられます、ね、あちょうど集計期間ので、ね、頭ですね。はい、頭ですね。といった感じですね。はい、あと、クリーピーナッツもね、徐々に順位上げて、今、63位ですけども、前の週から98位だったので、<ー>はい、今、3週連続で順位を上げてるんですね。もう非常にいろんなバラエティ番組で見ますし、クリーピーナッツは確かに音楽番組もね、もちろん出てますけども。 バラエティ番組の露出っていうのは他のアーティストさんに比べて多いなといった印象ですね。そうですね,ね。結構松永さんが出てますよね、DJ の,あのほ。あの、そうですね。あの、トークがお上手ですもんね。なんかね、R ・指定さんより出ている印象がありますね。なんかアベマ t v のバラエティ番組にすら出てましたからね。へら<ー>引っ張りだこですね、もう。そうですね。バラエティなんなんでそんな。なんでね、ラジオも人気ですしね。 うん、ラジオねオールナイトニッポンだったかなあーはーいこれもねあのポッドキャストでもオールナイトニッポンで配信されてるんですけどそれでも上位に来てますねといったい頑張りましょうだとオールナイトニッポンオールナイトニッに勝つってもうすごいことですからねもうオールナイトニッポンより聞かれてるやつないんですから <laughs> もうなんか問題発言かなんか放送事故ぐらいのやつじゃないと <laughs>、ね、抜かせないじゃないですかな ね、とんでも発言をしてないとね、ちょっとそれは僕らにとってはデメリットでしかないんでね、<laughs> そうです、デメリットで。これぐらいの順位で粛々とやっていくのもありかもしれないわけですよね。注目されすぎたらね、<う>怖くないですかああ、確かに。トップ20あたりをキープするってのも難しいですよね。うん、そうチャートで、ね、チャートでトップ20のなんか17位、16位ぐらいをずっとい続けるみたいなのが、うん、実は居心地が良かったりするかもしれないじゃないですか。 だからそうですねストリーミング16位あたりを狙いましょう私たちは <laughs> そうですねはいということでえー、っと宮本浩志さんの「ロマンス」がアルバム首位ということでございましたえー、っと今ねそのストリーミング16位ぐらいを狙いましょうって言ったところで思い出したんですけどはいソングチャートに戻っていいですかどうぞソングチャートの14位ですかね、はい、総合の14位にイブの はい、ええー、これすごい。読み方が難しいんですけども、開会期間っていうねえ。もう一回お願いします。開会期間開会来たって読むんですね。はい、開会期間って読みますね。これはあのデジタル配信限定シングルで10月の3日にリリースされたものなんですけども、これが非常にね。順位を上げてきててですね。確かにはいストリーミングが上がってきててまあ、ダウンロードもずっと同じぐらいのポイントを獲得してるでわけなんですけども。 ちょっとこれ今後注目だったなといった感じなのでちょっと取り上げさせていただきました。これアニメですもんね。そうなんですよ。これはアニメのね、えー、主題歌。はい。オープニング主題歌で。え、これはあれですよ。ジョ叙述回戦ですよ。叙述回戦。叙述回線�戦、え、のー、オープニング主題歌になってて。これはあのジャンプの漫画がアニメ化されたものですね。もうあの編集部スタッフの漫画に詳しいものは。 この漫画面白いって言ってて言ましたよで、はい、でもそうですね世間的にも多分「鬼滅の刃」の次に流行るのはこれなんじゃないかみたいな。っていう感じですよね。っていうところも、はいはい、あるのでその「鬼滅の刃」と「リサの組み合わせが非常にマッチしたのと同様にどんだけ、えー、マッチしていくのかっていうところもまあチャートを見る上では注目のポイントかなというふうには思います。はい。そうですね。はい、もうイブも、ね、今までいろんな 楽曲がいろいろ出してきてた評価されているアーティストですからねなんか最近夜行性というねキーワードでヨしシカとか夜遊びとかずっとまやとかそういったなんかネットシーンって言っていいんですかねもうちょっと言い方があるといいんですけどもそういったアーティストさんがあの非常に注目されている中イブも同じようなボカロと言われるところから来ているようなそういった文脈を持ったアーティストだと思いますしね。はいだから 今、この、夜遊び夜しか、つとまよう、その他諸々山とかもそうですね。といったところが今人気ですけどイブもやっぱり次世代を担うアーティストになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひチャートにはご注目いただきたいと思います。はい。といきなりソングに戻してぶっこいました。いえいえ。いえいえ。という感じでございます。えー、今収録から何分ぐらい経ったかな ?15 分以上経ったよな。最、は、短、い、じゃない <laughs> 今まで最短がね、17分ぐらいってる気がしますね。あ、じゃあ。<laughs> 今回はそれに匹敵するぐらいの短さ。いや、これは仕方がない。とあと3分ぐらいありますけど。あ <laughs> いや,いやあ、じゃあ来週グラミーの話しましょう。あ、グラミー賞ですね。もうノミネートが発表されて。そうですね。えー、もう週全部発表されたかな。いや、ちょっとね、どうなんですかどうなんですか今年のグラミーは。あれ、ウィーケンドがいないのに関してどう思います ねえ、なんかちょっと忘れられちゃったんかなって私は思った。<laughs> ちょっとみんな忘れたんじゃないって。<laughs> ビーケンとか一切なかったんですよね。2日前ですかね。2日前ですかあのビーケンとか出演した、えっと、アメリカミュージックアワードでしたっけああ、ありましたね。あのちょっと、はい、お顔がお我した感じのやつだよね。ああ、そう、顔に傷がついてた。うん、あのそうそうそう、に出演してて、アメリカミュージックアワードに出演しているわけですけども、大々的に。 うん、ただグラミーには選ばれてないもしくはウィーケンドが自ら断ったのかもしれなかったりね、えー、でもなんかちょっとツイートしてましたよいやあれもなんかあなんかちょっとグラミー賞って、まあ、注目されるイベントなだけにねなんかその,その審査方法に関してちょっとこれはいかがなもんかっていうふうに思われている賞でもあったりするわけじゃないですか、うん、なんかちょっとした不信感がねあったりとか世間に。 ってそうですね。だからまあちょっとこればっかりはね、あもう推測の域でしかないんですけども、はい、はい。とにもかくにも、まあね、その、多少のノミネートやったらもう全部辞退しようかなみたいな、そういった空気もちょっと感じますし、なんか、まだまだ微妙なところですけども、とにかくウィーケンドがいないっていうのがね、<laughs> それ、いかなる理由であれウィーケンドがいないっていうのがね、なかなかな感じで。 まあ来週はその話もしますか v ン、はい、で、ね、以外でも。覚えてたら。はい。デュアリパがどこまでやるのかね。はい。あはい。そうですね。といったところでございます。ということで、ビルボードポッドキャストでございました。えっ、ー、と、はい来、来週グラミーやっての話して、もう金曜は年間チャートですから。あ<ー>、えー、忙しい。忙しいですね。で、ネクストファイ e もやるということでね。あ、そうでしたねし。はい。新しいゲストはね、まだ。 12月のマンスリーピックアップテストはまだ発表してないですけども、近々発表するんじゃないですかね。はい、はい。ということで、ビルボード・ポッドキャストでございました。また来週もよろしくお願いいたします。はい、はい。それでは、さよなら。さよなら。